チームとしての活動が休止となっているコンサドーレ情報です。自宅待機期間となっていますが、35歳のベテラン菅野貴則選手がビデオ通話アプリを使ってインタビューに応じてくれました。どうやらあることにハマってしまったようです。昨シーズンのルヴァンカップでは準決勝までの12試合ゴールキーパーとしてフル出場。チーム内の日本人選手最年長菅野貴則選手、活動休止から1週間が過ぎた今の状態を話してくれました。部屋で筋トレしたり、ランニングしたり、そういう、体は常に動かしてやりましたし、あとは、自分で料理したりしてました。すっごいシンプルなものしか食べないんで、サラダ作って、ご飯炊いて、納豆ご飯だったり、あんま焼くことはしなかったですけど、魚中心に食べてました。そんな菅野選手はこの期間中で新たな趣味ができたようです。オンラインショッピングですね。止まらないですね。サングラスをこの1週間で4本買いました。ただ眺めてるだけなんですよ。使うとこないんで、なんかメガネってかっこいいなと思いながら、そんなメガネかけてもいい年になってきたのかなと。最後にプレーする姿を見ることができないサポーターへメッセージです。もうサポーター以上にうずうずしてる自信はあるんで、その今我慢してる気持ちを本当にできるようになったら、今まで以上に多分みんなに伝わるパフォーマンスができるんじゃないかなと思うんで、それを楽しみにお互い、今できることやりましょう。ネットショッピングに今ハマってらっしゃるということなんですが、今政府も急ぎではない買い物はぜひネットを通じてというふうに呼びかけてますから、これいい新しい趣味じゃないですかね。ただ本人はハマりすぎて奥さんに言ってないそうなんです。あら、バレたら怖いっていう話してるんですよ、ね、が。そうですね、はい。見た目も金髪 で、でサングラスっていうとちょっとダンディーだったり若干怖いかなっていう感じもするんですけど、ものすごくねチャーミングなんですよ。でチームメイトにも愛されてますし、それでいて練習の量が誰よりも多い、チームの日本人最年長がこれだとね、みんなついてきますよね、はい、ベンチから一番声出してるのは菅野選手です、ゴールキーパーの菅野選手が昨日オンラインインタビューに答え、家族について話をしました。今の気持ちを語りました。1週間と言われてたんで、そういう感じでまた延長になったのはちょっと残念ですけど、今はやれることに集中している段階ですけど、本当にうずうずしてますよね。早くやりたくて。現在家族と離れて暮らしている菅野選手、父親としての率直の気持ちを話しました。毎日話してますけど、寂しいですね。まだちっちゃいんで、その近くで成長見れないのは寂しいですし、奥さんもすごいなんかストレス溜まるところで、近くでサポートできないっていうのはなんか無力感というか、本当にイライラすることとか多分あると思うんですけど、それをも楽しむというか、こんだけ一緒にいる時間って多分なかなかこの先も多分ないと思うんで、その今にしかできないことに逆に目を向けて、本当に一緒にいることだったり、本当に当たり前じゃないんだなっていうことを感じて、ポジティブに捉えて、それがすごくいい関係の一歩なのかなと思います。はい、コンサドーレ、ゴールキーパーだとクーソンユー選手もいますけれども、バセドウ病の治療、そして調整も、なかなか遅れているということもあって、リーグ戦再開すれば菅野選手にもチャンスがあるというところなんですが、ただ自宅でのトレーニング、福永さん大変そうですね。そうですね。またそのお子さんと離れてということで、なんかすごい素敵なお父さんで素敵なご主人だっていうのは伝わってきたんですけど、きっとお子さん2人のこと心配でしょうし、寂しい思いをされながら今頑張っているので、多分その思いがきっとシーズン中に生きてくるんじゃないかなって思います。ね、本当に小さい頃なんかは本当に1日1日ね、藤尾さん成長していくと思うので、見られないっていうのも寂しいですよね。寂しいと思います ね。でもずっといるのも大変だと思いますし、いいバランスがいいんだと思いますけど、でも頑張ってもらいたいですね。きっと連絡を取り合ってお子さんの成長を糧にしていると思います、で今日 J リーグなんですが、 NPB と新型コロナウイルス対策連絡会議を行うんです。でリーグ戦再開について何らかの方針が出るかもしれません。その結果は明日のスポーツコーナーでお伝えしたいと思います。さあ続いては皆さんで一緒に行きますよ。ゴーゴーコンサドーレ。
なんか寂しいなちょっと離れた感じありますよね、はい、チーム今活動休止という状況の中ですが、タイ出身のチャナティップ選手が自宅からインタビューに答えてくれました。来日4年目、日本語も上達しているようです。よろしくお願いします。こんにちは。昨シーズンリーグ戦28試合に出場し4得点、攻撃の要としてチームに欠かせない存在感を示し続けているチャナティップ。自宅待機が続く中、今はどのように過ごしているのでしょうか。จะออกกำลังกายแบบเกี่ยวกับพวกกล้ามท้องแล้วก็ขานิดหน่อยแล้วก็ฝึกเดาะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษ長年当たり前のようにやっていたサッカーができない日々、そんな中での楽しみはボーンあるボーンゲーム寝る楽しい最後に今を乗り越えるために皆さんへメッセージです。手洗い、うがい、こまめに頑張りましょう。日本語も上手くなってますし ね。あと腹筋など体幹鍛えてるって言ってたじゃないですか。チームでも一番体幹強いんですよ。でもこの期間により強くなって強化されると思いますよ。はい、まあ、チャナティップ選手というと体幹もそうですし、あとは細かいドリブルというのも一つ魅力的ですからね。ぶつかられても倒れない強さありますからね。そうですね。チャナティップ選手のようにまずは今笑顔で皆さん一緒に乗り越えましょう。時刻は6時55分です。ここからはコンサドーレ情報です。はい、チームは現在休止中、活動休止中です。そんな中、タイ出身のチャナティップ選手が自宅からインタビューに答えてくれました来日4年目、日本語も上達しているようです。頑張ってます。最高よろしくお願いします。こんにちは。昨シーズンリーグ戦28試合に出場し4得点、攻撃の要としてチームに欠かせない存在感を示し続けているチャナティ。自宅待機が続く中、今はどのように過ごしているのでしょうか。จะออกกำลังกายแบบเกี่ยวกับพวกกล้ามท้องแล้วก็ขานิดหน่อยแล้วก็ฝึกเดาะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษ長年当たり前のようにやっていたサッカーができない日々、そんな中での楽しみはボーンあるボーンゲーム出る楽しい最後に今を乗り越えるために皆さんへメッセージです。手洗い、うがい、こまめに頑張りましょう。コロナ怖いねまだ、うがい、まだ距離を保つ、うん、この状況みんなで乗り越えようねそのようにチャナティップ選手も SNS から発信してますけれども、はい、チャナティップでした。チャナティップ4年目ですけど、僕この仕事13年目なんですけどこんなことやらされてますけど自分からやってるでしょ絶対。いや、もうこういう時こそやっぱ元気になってもらいたいですからね。明るくいきましょうよ。はい、チャナティップ選手がおっしゃってるように、はい、手洗いうがいこまめにやって早めの収束、皆さんで一緒にこの危機を乗り越えていきましょう。もしも無観客試合となればチームの収入に大きな影響を及ぼしますが、今日コンサドーレの株主総会がオンラインで行われました。野々村社長は新型コロナウイルス感染拡大の影響でクラブ経営が大幅な修正を迫られていると説明しました。去年コンサドーレは激闘を演じたルヴァンカップでの準優勝などでチケットやグッズの販売が好調となり、過去最高を更新するおよそ36億円の売り上げとなりました。去年の勢いを受け、今年は40億円の売り上げを目指していたコンサドーレですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でリーグは中断しており、経営は大きな方針転換を余儀なくされています。会社を継続させるっていうことを考えると、やっぱりまあいくばっかの借り入れをしっかりとして、まあ、会社を続けていきながら、まあ、現場も、まあ、少し停滞はするかもしれないですけど、うん、さらに上を目指すと、まあ、ただ僕らにはすごくこうクラブのことを一緒に考えてくれるいい選手たちと、
その選手たちが出してくれるパフォーマンスがあるので、まあ、これを乗り越えると必ずまたいいものは見せられるなというふうには思っています。はい、今年は苦しい経営を強いられますが、野々村社長は今はとにかくチームを潰さないことだと、来シーズン以降再び上昇気流に乗せるために今はさまざまな方策を考えているというふうに話していました。さあ、そうしてオール北海道で乗り越えようとしているコンサドーレですが、明るく元気な姿を見せてくれているのがチャナティップ選手です。実はYouTuberデビューをしているんですが、皆さんご存知でしょうか。サポーターの皆さんに笑顔を届けています。チャナティップ、トゥープ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 。お母さん、チャナ YouTube 撮ってね。そうだね。手洗い、うがい、おまめに、イエーイ。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。よろしくお願いします。こんにちは。公式戦が中断し、練習も自粛中のコンサドーレ、チャナティップ選手がオンラインでの取材に答えてくれました。ボーン、ゲーム出る、楽しい。降りたら、いつもと変わらない笑顔がはじけるチャナティップ選手。タイでは知らない人がいないほどのスーパースターが今新たに挑戦しているのが、チャナティップ、トゥル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 。今月5日に自ら開設した YouTube の公式チャンネル。おうち時間が増えているサポーターに楽しんでもらおうと、自宅待機となる以前に撮影したプライベートな映像を紹介しています。アイスカフェラテイエナ、イエーイ。 YouTuber はあなた。うん、そうだね。いつも一緒にご飯服ね、うん、今日は夜ご飯カラケ。その再生回数はすでに累計93万回超え。タイと日本の両方で国境を越えて話題を集めています。手洗い、うがい、おまめに。新型コロナウイルスの感染が広がる母国タイに義援金を寄付したチャナティップ選手。インターネットを通じサポーターに笑顔を届けながら再びピッチで躍動できる日を待っています。皆さん、今はねコロナ危ない、気をつけて元気、会いましょう。以上です。もうチャナティップさんの顔を見てるだけでこちらが本当に元気にさせてもらいますけれども、本当に選手いろいろ工夫してやってくれてますね。そうですね。この他にもチャナティップ選手、自宅でトレーニング動画なども投稿していますので、皆さんぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、スポーツをお伝えしました。まずはサッカー J1、 北海道コンサドーレ札幌です。チームとしての活動が休止となり自宅待機が続いている選手の皆さんは、インターネットを通じてさまざまな情報発信を行っています。谷口さん、こっちでした。えJ リーグ屈指の高い技術で幾度となくファンを沸かせてきたフリーキックの名手福森選手は、サッカー少年に今すぐできるトレーニングメニューを提案しています。小学生の時とかに、本当小さな家だったんですけど、そこに、アパートの2階だったので1階に迷惑かけないように布団を敷いて、お父さんとインサイドキックとか、なるほど、トラップの練習とか、基礎練習をいかに静かにできるかっていう練習をしてたので、言葉では難しいので、今度動画上げてみますね。そして約束通り自身のインスタグラムで公開したのがこちらの基礎練習です。これぐらいのスペースでできるんだ。ワンちゃんを相手に基礎練習っていうのは狭いところでもできると思うので、親との時間も増えると思いますし、いいコミュニケーションも取れると思うので、そういう基礎練習っていうのをやってもらえたらとは思います、ね。
さらにこの人も手洗い、うがい、こまめに力を頑張りましょう。愛らしいキャラクターと日本でもトップクラスの巧みなテクニックでコンサドーレの攻撃を牽引するチャナティップ選手、うん、母国タイでも国民的英雄として人気を博しています。日本で生活する様子を楽しく伝える YouTube チャンネルを自ら作りました。すごい練習まで。ほーらろい、それかゲーカーゲーカーゲーマネカー。解説から2週間で登録者は8万人を超えており、明るく過ごす日常を国境を越えて発信しています。はい、ということで、あの普段の、ね、ピッチ上とは全く違う表情なので、こういうの見られるのは楽しいですよ ね、 ね、やっぱり皆さんより積極的に掲載してくれてるなっていうのありますし、はい、こうやってネットでつながれる時代で良かったなって思いますね。そうですね、チャナティップ選手はサポーターが見られないところを見せたい、撮影するのはすごく楽しいと話していました、うん。ちなみに藤尾さんの日常公開の予定ありますか？あ、全くないです。特に興味がなかったです。いやすいません、ちょっと待って、僕ら全くないですのなぐらいで、特に興味がないんだったら聞かないで。絵を描いてるとこは見たいです。あ、そうかもしれない。興味ないんでしょ本当は。いや、でも絵は興味ある。絵は興味ある。はい、まあ、じゃあ次の話題言っていいですか？個人的に LINE で動画送ります。あ、結構です。どっちなの？コンサドーレは今日定例の株主総会をインターネット上で行いました。終了後に取材に応じた野々村社長は、昨日 J リーグの理事会で話があった無観客での試合再開について、この状況では無観客で再開をするべきだとした上で、それを想定して準備をしていると話をしていました。またチームとしての活動の再開については、緊急事態宣言が出ている中では全体練習は難しい、ただ宮の沢の練習場の安全を確保した上で、早く選手の自主練習に開放できるようにしたいと話していました。続いてコンサドーレの野々村義和社長です。今日の株主総会で、新型コロナウイルスの影響により再開のめどが立っていない今シーズンの経営について危機感を示しました。コンサドーレは株主総会で、昨シーズンの売上高がクラブ史上初めての J リーグカップ準優勝などで35億9900万円余りと過去最高となったことを報告しました。一方で野々村社長は今シーズンの見通しについて、リーグ戦の再開が長引いた場合、5億2500万円余りの純資産が秋には底をつく恐れがあると述べ、危機感を示しました。その上で、来シーズン以降はさらに経営が苦しくなる可能性があるため、 J リーグや民間の金融機関の融資制度を活用して最大10億円の資金を手元に置くことを考えたいと話しました。クラブのことを一緒に考えてくれるいい選手たちと、その選手たちが出してくれるパフォーマンスがあるので、今はとにかく耐えること、潰れないで少しでも前に進むっていうことをやっていきたいし、まあ、それしかないのかなと。昨シーズンのルヴァンカップでは準決勝までの12試合ゴールキーパーとしてフル出場、チーム内の日本人選手最年長菅野貴則選手、活動休止から1週間が過ぎた今の状態を話してくれました。部屋で筋トレしたり、まあ、ランニングしたり、まあ、そういう、まあ、体は常に動かしてはいましたし、まあ、あとは、まあ、自分で料理したりしてました。すっごいシンプルなものしか食べないんで、まあ、サラダ作って、まあ、ご飯炊いて納豆ご飯だったり、まあ、あんま焼くことはしなかったですけど、まあ、魚中心に食べてました。そんな菅野選手はこの期間中で新たな趣味ができたようです。オンラインショッピングですね。止まらないですね。サングラスをこの1週間で4本買いました。ただ眺めてるだけなんて使うとこないんで、なんかメガネってかっこいいなと思いながら、まあ、そんなメガネかけてもいい年になってきたのかなと。最後にプレーする姿を見ることができないサポーターへメッセージです。もうサポーター以上にうずうずしてる自信はあるんで、まあ、その
今我慢してる気持ちを本当にできるようになったら、まあ、今まで以上に多分みんなに伝わるパフォーマンスができるんじゃないかなと思うんで、それを楽しみにお互い、今できることやりましょう。ネットショッピングに今ハマってらっしゃるということなんですが、今政府も急ぎではない買い物はぜひネットを通じてというふうに呼びかけてますから、はい、これいい新しい趣味じゃないですかね。はい、ただ本人はハマりすぎて奥さんに言ってないそうなんですよ。あらバレたら怖いっていう話してるんですよ、ね、が。そうですね、はい、まあね、見た目も金髪 で、でサングラスっていうとちょっとダンディーだったり若干怖いかなっていう感じもするんですけど、ものすごくねチャーミングなんですよ。でチームメイトにも愛されてますし、はい、それでいて練習の量が誰よりも多い、うん、チームの日本人最年長がこれだとねみんなついてきますよね、はい、ベンチから一番声出してるのは菅野選手です、うん。ゴールキーパーの菅野選手が昨日オンラインインタビューに答え、家族について話をしました。今の気持ちを語りました。まあ1週間と言われてたんで、まあ、そういう感じでまた延長になったのはちょっと残念ですけど、まあ、今はまあやれることに集中している段階ですけど、まあ、本当にうずうずしてますよね、早くやりたくて。現在家族と離れて暮らしている菅野選手、父親としての率直の気持ちを話しました。毎日話してますけど、はい、まあ寂しいですね、まあ、まだちっちゃいんで、まあ、その近くで成長見れないのは寂しいですし、まあ、奥さんもすごいなんかストレス溜まるところで、แบบเกี่ยวกับพวกกล้ามท้องแล้วก็ขานิดหน่อยแล้วก็ฝึกเดาะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษ。長年当たり前のようにやっていたサッカーができない日々、そんな中での楽しみは、ボーンあるボーンゲーム出る楽しい。最後に今を乗り越えるために皆さんへメッセージです。手洗い、うがい、こまめに頑張りましょう。日本語も上手くなってますし ね、 ね、あと腹筋など体幹鍛えてるって言ってたじゃないですか。チームでも一番体幹強いんですよ。でもこの期間により強くなって強化されると思いますよ。そうですよね、はい、まあ、チャラティプ選手でいうと体幹もそうですし、あとは細かいドリブルというのも一つ魅力的ですからね。ぶつかられても倒れない強さありますからね。そうですね、チャラティプ選手のようにまずは今笑顔で皆さん一緒に乗り越えましょう。時刻は6時55分です。ここからはコンサドーレ情報です。はい、チームは現在休止中、活動休止中です。そんな中、タイ出身のチャナティップ選手が自宅からインタビューに答えてくれました。来日4年目、日本語も上達しているようです。頑張ってます。最高。よろしくお願いします。こんにちは。昨シーズン、リーグ戦28試合に出場し4得点。攻撃の要としてチームに欠かせない存在感を示し続けているチャナティ。自宅待機が続く中、今はどのように過ごしているのでしょうか。จะออกกำลังกายแบบเกี่ยวกับพวกกล้ามท้องแล้วก็ขานิดหน่อยแล้วก็ฝึกเดาะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษ。長年当たり前のようにやっていたサッカーができない日々、そんな中での楽しみは。ボーンあるボーンゲーム出る楽しい。最後に今を乗り越えるために皆さんへメッセージです。手洗い、うがい、こまめに頑張りましょう。コロナ怖いね。まだうがい、まだ距離を保つ、うん、この状況をみんなで乗り越えようね。そのようにあのチャナティップ選手も SNS から発信してますけれども、はい、チャナティップでした。あのチャナティップ4年目ですけど、僕この仕事13年目なんですけど、こんなことやらされてますけど。自分からやってるでしょ絶対。いや、もうこういう時こそやっぱ元気になってもらいたいですからね。明るくいきましょうよ。はい、チャナティップ選手がおっしゃってるように、はい、手洗いうがいこまめにやって早めの。チャナティップ選手自宅でトレーニング動画なども投稿していますので、皆さんぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。以上スポーツをお伝えしました。まずはサッカー J1 北海道コンサドーレ札幌です。
チームとしての活動が休止となり自宅待機が続いている選手の皆さんはインターネットを通じてさまざまな情報発信を行っています。谷口さんこっちでした。えJ リーグ屈指の高い技術で幾度となくファンを沸かせてきたフリーキックの名手福森選手はサッカー少年に今すぐできるトレーニングメニューを提案しています。小学生の時とかに、まあ、本当小さな家だったんですけど、まあ、そこに、まあ、アパートの2階だったので1階に迷惑かけないように布団を敷いて、まあ、お父さんと、まあ、インサイドキックとかトラップの練習とか基礎練習をいかに静かにできるかっていう練習をしてたので、まあ、言葉では難しいので、まあ、今度動画に上げてみますね。そして約束通り自身のインスタグラムで公開したのがこちらの基礎練習です。これぐらいのスペースでできるんだ。ワンちゃんを相手に基礎練習っていうのは狭いところでもできると思うので親との時間も増えると思いますし、まあ、いいコミュニケーションも取れると思うので、まあ、そういう基礎練習っていうのをやってもらえたらなとは思います。さらにこの人も簡単に AI だ。手洗い、うがい、こまめに、力を、頑張りましょう。愛らしいキャラクターと日本でもトップクラスの巧みなテクニックでコンサドーレの攻撃を牽引するチャナティップ選手、うん、母国タイでも国民的英雄として人気を博しています。日本で生活する様子を楽しく伝える YouTube チャンネルを自ら作りました。すごい。先週まで。ほら、ロイ。それか。ゲーカー。ゲーカー。すごい。ゲーマンカーマンカーマンカー。開設から2週間で登録者は8万人を超えており、明るく過ごす日常を国境を越えて発信しています。はい、ということで普段の、ね、ピッチ上とは全く違う表情なのでこういうの見られるのは楽しいですよ ね、 ねやっぱり皆さんより積極的に掲載してくれてるなっていうのありますし、はい、こうやってネットでつながれる時代でよかったなって思いますね。そうですね、チャナティップ選手はサポーターが見られないところを見せたい撮影するのはすごく楽しいと話していました、うん。ちなみに藤尾さんの日常公開の予定ありますか？あ、待って。ですが皆さんご存知でしょうか？サポーターの皆さんに笑顔を届けています。キャナートゥル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 お母さん、キャナユート YouTube 撮ってんの？そうだね。手洗い、うがい、おまめに、イエーイ。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。よろしくお願いします。こんにちは。公式戦が中断し練習も自粛中のコンサドーレ、チャナティップ選手がオンラインでの取材に答えてくれました。ボーンゲーム出る楽しい。降りたらいつもと変わらない笑顔がはじけるチャナティップ選手、タイでは知らない人がいないほどのスーパースターが今新たに挑戦しているのが、ラップ。今月5日に自ら開設した YouTube の公式チャンネル。おうち時間が増えているサポーターに楽しんでもらおうと自宅待機となる以前に撮影したプライベートな映像を紹介しています。イエーイ。 YouTuber はあなた？うん、そうだね。いつも一緒にご飯を食うね、今日は夜ご飯カラケ。その再生回数はすでに累計93万回超え。タイと日本の両方で国境を越えて話題を集めています。手洗い、うがい、おまめに。新型コロナウイルスの感染が広がる母国タイに
義援金を寄付したチャナティップ選手、インターネットを通じサポーターに笑顔を届けながら再びピッチで躍動できる日を待っています。皆さん、今ねコロナ危ない、気をつけて元気、会いましょう。以上です。もうチャナティップさんの顔を見てるだけでこちらが本当に元気にさせてもらいますけれども、本当に選手いろいろ工夫してやってくれてますね。そうですね。この他にもチャナティップ選手、自宅でトレーニング動画なども投稿していますので、皆さんぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。以上スポーツをお伝えしました。まずはサッカー J1 北海道コンサドーレ札幌です。チームとしての活動が休止となり自宅待機が続いてありました。まあ1週間言われてたんで、まあ、そういう感じでまた延長になったのはちょっと残念ですけど、まあ、今はまあやれることに集中している段階ですけど、まあ、本当にうずうずしてますよね。早くやりたくて。現在家族と離れて暮らしている菅野選手、父親としての率直な気持ちを話しました。毎日話してますけど、はい、まあ、寂しいですね。まあ、まだちっちゃいんで、まあ、その近くで成長見れないのは寂しいですし、まあ、奥さんもすごいなんかストレス溜まるところで、まあ、近くでサポートできないっていうのはなんか無力感というか、まあ、本当にイライラすることが多分あると思うんですけど、まあ、それをもまあ楽しむというか、こんだけ一緒にいる時間って多分なかなかこの先も多分ないと思うんで、まあ、その今にしかできないことに、逆に目を向けて、まあ、本当に一緒にいることだったり、まあ、本当に当たり前じゃないんだなっていうことを感じて、まあ、ポジティブに捉えて、まあ、それがすごくいい関係の一歩なのかなと思います。はい、コンサドーレ、まあ、ゴールキーパーだとクーソンユー選手もいますけれども、バセドウ病の治療、そして調整も、ね、なかなか遅れているということもあって、まあ、リーグ戦再開すれば菅野選手にもチャンスがあるというところなんですが、ただ自宅でのトレーニング、福永さん大変そうですね。そうですね。またそのお子さんと離れてということで、なんかすごい素敵なお父さんで素敵なご主人だっていうのは伝わってきたんですけどきっとお子さん2人のこと心配でしょうし、寂しい思いをされながら今頑張っているので、多分その思いがきっとシーズン中に生きてくるんじゃないかなって思います。ね、まあ、本当に小さい頃なんかは本当に一日一日ね、藤尾さん成長していくと思うので、ね、見られないっていうのも寂しいですよね。寂しいと思います ね。でもずっといるのも大変だと思いますしいいバランスがいいんだと思いますけど、うん、でも頑張ってもらいたいですね。きっとこう連絡を取り合ってお子さんの成長を糧にしていると思います。で、今日 J リーグなんですが、 NPB と新型コロナウイルス対策連絡会議を行うんです。で、リーグ戦再開について何らかの方針が出るかもしれません。その結果は明日のスポーツコーナーでお伝えしたいと思います。さあ、続いては皆さんで一緒に行きますよ。ゴーゴーコンサドーレ。なんか寂しいなちょっと離れた感じありますよね。チーム今活動休止という状況の中ですが、タイ出身のチャナティップ選手が自宅からインタビューに答えてくれました。来日4年目、日本語も上達しているようです。よろしくお願いします。こんにちは。昨シーズンリーグ戦28試合に出場し4得点、攻撃の要としてチームに欠かせない存在感を示し続けているチャナティップ。自宅待機が続く中、今はどのように過ごしているのでしょうか。จะออกกำลังกายแบบเกี่ยวกับพวกกล้ามท้องแล้วก็